はい、皆さんこんばんは。リポーターの内川和月です。さあ、今回はラーメン特集第3弾、そして4日目ということで、今私は御坊市にあります北海ラーメンにお邪魔しております。さあ、店内入ってきまして、今カウンター席にね座らせていただいているんですけれども、はあ、いい香りがしてます。さあ、ではね、早速お話を聞いていきたいと思います。スタッフの梅田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、こちらのお店、北海ラーメンについて教えてください。はい、北海ラーメンは先代の店主から現在の店主へと引き継がれ、50年以上皆様に愛されております。そして人気のラーメンは味噌ラーメンとなっております。うわ、味噌ラーメンですか。いや、50年、すごい年月、地域の方、いろんな方に愛されてる、そのラーメン屋さんということですよね。そうです。そして味噌ラーメンが美味しいんですって。あ、もう登場しましたね。では早速いただきたいと思います。味噌ラーメンです。味噌ラーメン来ました。ありがとうございます。うわー、すっごい綺麗。うわ、そして美味しそうですね。味噌ラーメン、このお店の中ではナンバーワンということですね。ではもう早速いただいちゃっていいですか。どうぞ。ではまずスープからいただこうと思うんですけれども、こちらスープのこだわりをぜひ梅田さん教えてください。はい、北海の味噌は先代の店主から教わった特製の味噌を使用しております。うん、うん、この味噌の香り、香ばしさもちろんなんですが、ピリッと少しこう辛さがありますね。そうなんですよ。わ、これ病みつきになっちゃうスープや。ありがとうございます。そしてやっぱり味噌のこのスープっていうのはコクがありますね。おいしい。じゃあ続いて麺いきたいと思うんですけれども、こちら梅田さん、麺のこだわりも教えてください。はい、北海はちぢれ麺を使用しており、スープとよく絡むので麺とスープをご一緒に味わうことができます。うん、すごいスープが絡んでる。で、ツルツルっと喉越しも良くて美味しい。ありがとうございます。うん、うん、ちょっとチャーシューもいただこうかな。こちらチャーシューも特別にここで作ってるんですよね。そうです、自家製のチャーシューとなっております。うわ、美味しい。プリプリ、トロトロですね。うわ、チャーシューも美味しいです。あ、味噌ラーメンも本当に美味しいんですけども、今日はオープニングでもお伝えしました、他にもおすすめのメニューがあるということで、ここからは中島さんにお話聞いていきたいと思います。お願いします。こちらこそよろしくお願いします。この味噌ラーメンもとっても美味しいじゃないですか。さらに人気の商品もあるんですよね。はい、はい、そうです。教えてください。こちらがおでんになります。おでんですか。はい、この香りもいいんですよ ね、 いいですね。ご丁寧にわーっと広がってて、うわ、こちら今、牛すじと、はい、そして、お豆腐、大根、はい、こんにゃくなんかをご用意していただいてますけど、はい、この中で何がおすすめとかありますか。牛すじが特におすすめです。牛すじ、はい、うわ、じゃあもうこちら早速おすすめいただきたいと思います。はい、ちょっとからしつけをいただきます。はい、うわ、立派、美味しそう。とろっとろです ね、 ね、うん、こちらおでんもかなりこだわりがあるんですよね。はい、そうです。だし、うん、は先代から引き継いだ味を守り続けています。うわ、これ朝から煮込んでるんですか。はい、そうです。うん、その次に人気なのは、はい、お豆腐。そうです。うん、これかなりおでんも種類ありますよね。そうですね、うんうんうん、種類があります。うわ、じゃあちょっと欲張ってお豆腐もいただいちゃいます。はい、よいしょ、いただきます。うん、うん、おいしい。ありがとうございます。うわ、これ贅沢ですね。味噌ラーメン食べてこれだけの美味しいおでんもいただけて、うん、大満足ですね。この北海ラーメン美味しいな。いや、もう堪能しちゃいました。さあ、こちら美味しいおでんと、そして美味しい味噌ラーメンをこちらでいただきました。では最後に梅田さん、メッセージをテレビをご覧の皆さんにお願いします。はい、
北海は味噌以外にも塩、醤油などがあり、トッピングとしてニンニクやバターなどがおすすめです。その他にも焼き飯が人気です。お座敷の部屋もあり、小さいお子様からご年配の方まで幅広い世代の皆様にご利用いただいております。皆様ぜひお越しくださいませ。ありがとうございます。本当に味噌ラーメン、そしておでん美味しかった。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ本日はこちら御坊市から北海ラーメン生中継でお届けしました。こちらからは以上です。美味しかったえご紹介しました北海ラーメンは御坊市湯川町小松原にあり、店の前には広い駐車場もあります。御坊駅からは徒歩15分くらいのところにあります。営業時間は昼の部が午前11時30分から午後2時、夜の部が午後5時30分から翌午前1時まで、月曜日のみ午前0時まで、定休日は日曜日です。お問い合わせは電話 0738-23-1488 までお願いします。